今週のキックオフ新州はベテラン揃いのチームが全国大会に出場、優勝を目指し戦う男たちに密着。さらに県内2クラブでも活躍し、新州サッカーの盛り上がりを支えたあの方のサッカー人生に迫ります。こんにちは。こんにちは、キックオフ新州です。今週はこの方々と一緒にお伝えしてまいりましょう。まずは安藤千佳奈ちゃん、よろしくお願いします。そして土橋宏之さんです。お願いします。よろしくお願いします。では早速こちらのコーナーからまいりましょう、はい、新州名鑑のコーナーからお届けしてまいります。このコーナーは新州にゆかりのある方のサッカーに対する思いやどんな道のりを歩んできたのかを語っていただくコーナーです。今回はこの方です。土橋宏之さんです。お願いします。お願いいたします。さあ今更ではありますけれども、土橋さんの経歴をここでご紹介させていただきます。土橋さんは山梨県出身の45歳。高校を卒業後、ドイツのベルダーブレーメンで2年間サッカー留学を経て、当時 J2 のヴァンフォーレ甲府に入団。138試合に出場するなど活躍されました。2006年には当時北信越リーグにいた松本山雅 FC に移籍。2年後には同じく北信越リーグにいた AC 長野パルセイロに移籍し、 JFL 昇格に貢献しました。2011年に引退された後、パルセイロのアンバサダーとして活躍され、現在はフットサルチームのボアルース長野のゼネラルマネージャー、さらには松川町ふるさと大使に就任するなど多岐にわたって活躍されています。さあということで、今回は土橋さんのサッカー人生を振り返っていただきたいということで、質問を聞いていただきたいんですけど、はい、あの9つの質問を用意いたしまして、Kさん、ちかなちゃんにこの中から気になることを聞いていただければなと思うんですけれども、何でしょう。まずは Kさんから伺っていただきたいんですが、やっぱりこれじゃないですか、はい、山形からパルセイロ、大丈夫だった、ね、これは大丈夫だったんですか。いろいろありましたよ。もちろんすごい当時は、土橋さん、はい、もう本音でいきましょう過去の話でもありますから いいですか、はい、大丈夫じゃなかったです当時はね、はい、ただ同じカテゴリーだったので、やっぱすごいライバル意識が強くて、だからやっぱりその禁断の遺跡と言われる遺跡だったので、まあ、ブーイングもすごかったですし、うん、それ以外のところでもいろんなことがあってめちゃくちゃ大変でした。でも今となっては、はい、信州ダービーの時に、うん、唯一波風の立たない解説者です唯一一人信州ダービーで、ね、そうできるからそうなんですよ。もう当時やっぱすごく大変だったけど、はい、今となってはやっぱりそれをこう活かしながらいろんな活動ができているので、はい、なんか嬉しいなって思ってますけどね。徐々に両チームに所属した経験のある選手っていうのが増えて、そうですね、僕の後増えましたね、うん、しかもカテゴリーが変わったので、はい、もっと多分移籍がしやすくなったっていう環境ありましたね、はい、当時は大変でした結構サポーターが言われたりとかもそうですね、あったし、クラブもパルセロにこうなんかちょっとこういろんな、ね、ことがあったりとか、そういうのがこうあったりとか、当時は大変でした。仲良かった選手が離れていくっていうこともありました。あ、それはあんまりなかった、ね、あ、それはなかった。選手同士は僕が山形に行って、その当時仲良かった選手たちがパルセロに行ってからもずっと一緒にご飯食べに行ったりとか、試合前も試合前普通に喋ったりとかっていうのはあったんですけどね。そうなんだね、サポーターの皆さんね、まあ、ね、気持ちがありますもんね、はい、気になりますよね、ここ一番。さあじゃあちかなちゃん、次質問どれしましょう。私、プロになれると意識したきっかけ知りたいです。きっかけ、はい、きっかけは、うん、ドイツから帰ってきて、はい、ヴァンフォーレ甲府の練習参加に行った初日にやれるって思った、うん、それはどの瞬間ですか、戻ってきて。もう本当練習参加して、うん、ボールを蹴ってこう対人といわれる1対1とかやるじゃないですか、ボール回しとか、あれをやった瞬間に、あ、いけるなこれはっていう手応えを掴んだのはすごい覚えてます。じゃあ高校時代はそんなにプロに今通用するとは考えてなかった。もちろん通用しないと思ったから留学という道を選んで、でドイツに行った時も要は自分のレベルを上げたいと思ってやってたんで、Jリーグでどれだけ自分がこう通用するのかっていうのも未知数の中でやってて、で練習参加行った時にこれはいけるっ
ていう感覚を掴んだのは覚えてますね。じゃあドイツで2年間揉まれた結果そうです日本に戻ってきたら、あ、これはいけるんだ、いける、へー、したらその後あの契約しないかっていう話をいただいて、へー、見事契約を勝ち取れたっていう。契約だもんなサッカー選手もなそうですね、そうですね。じゃあちょっと私からも一つ、はい、はい、一番右下のサッカー人生を漢字一文字で表すとっていうこと、はい、とすごい難しい、いろいろ考えたんですけど、はい、まだね続いてますもんね。そう、そうです、そうなんですよ、ね、この文字です、はい、じゃん、幸せ、はい、はい、その心はやっぱりサッカーがあったから、こう幸せなサッカー人生を送れてきたと思っていて、で多くの仲間に恵まれて、でたくさんの人にこう応援されたりとか、で今でもそうなんですけど、やっぱりシニアでサッカーをやることってすごくこう自分の人生がサッカーがあって豊かだなっていう、本当に幸せだなっていう気持ちが強かったので、この一文字を書かせてもらいました。はい、まあ、まだまだ続いているということなんですが、土橋さんはですね現在キャプテンとして名選手揃いのセレソン長野という社会人チームに所属しており、先週末全国大会に出場されたということなんですよね。 その模様は CM の後で。暑い、こんな中ね、おじさんたちが頑張りますよ、4日間。今回土橋さんが所属、そしてキャプテンを務めるセレソン長野が挑むのは日本スポーツマスターズという35歳以上のシニア世代が対象の全国大会。サッカーだけではなくテニス、水泳など全13競技が行われました。サッカー競技は北は北海道、南は九州、福岡、そして韓国代表など全16チームが参加。セレソン長野は北信越代表として全国優勝を目指します。チームの編成で言ったらそれこそ松本山が片山とか、もうレジェンド小沢修一、小林洋介だとか、長野パルセイロ勝間だとか、長野県選抜という位置づけでやってるな。すごい、過去3回準優勝まで行ったことがあるのよ。3年連続準優勝があって、まだ優勝まで届いてないんで、まあ、しかもここ北信越じゃないですか、まあ、いわば僕らのホームだと思ってるんで、目標はもちろん優勝でしょうまさに信州シニアのドリームチーム、おじさんたちの熱い夏が幕を開けます今大会はまず4チームのグループリーグが行われ、グループ1位になったチームが決勝トーナメントに駒を進めます。1回戦は九州地域代表福岡県の三宅ティグザとの試合。先制点を取りペースをつかみたい紺色のユニフォームセレソン、積極的に相手ゴールに迫ります。結構ガチガチなんだ。前半終了間際、絶好の位置からフリーキックを獲得すると、キッカーは土橋選手、このボールに片山選手が頭で合わせ先制点を獲得。ヘディングうまいですよね。ちゃんとキックも狙ったんですよね、はい、ヘディングもうまいんですが、キックですよね。さあこのまま試合は後半戦へ。ここでも見てください、土橋選手のスーパープレー飛び出しますよ。これキープすると一人かわして、後ろから来てる選手かわしちゃう。このキープ力、土橋さんどうです？まあまあまあ、あの辺はね得意な部分なんで、はい、しかし後半9分、さらに後半21分にフリーキックを決められ逆転を許します。何とか追いつきたいセレソンでしたが、そのまま試合終了、なんとも悔しい結果に。みんなくの字。大会2日目の相手は優勝候補とも言われる強豪、中国地域代表の広島サーティーズ。決勝トーナメントに進むためにもう負けられないセレソン長野。しかし試合開始すぐ一瞬の隙を突かれ先制点を奪われます。まさに崖っぷちの状況。しかし後半、信州シニアたちが意地を見せます。片山選手ここでボールを持つとファールをもらい PK を獲得。 PK これを自分で決め同点に。
さらにボール横さない後半24分でした。元パルセロの勝又選手のこのスーパーゴールご覧ください。おーおーカーブかかってるヒューって、これで逆転、ね、1点差を守りきり逆転勝利、決勝トーナメントへの望みをつなぎました。優勝候補でしょ。でした。いやナイスゴールだったね。いやよかった。あそこね PK そう取るところからさ、いやもうあれ俺の形なんで、やっぱもうああいう苦しいところでああいう仕事をしないと俺がここに入れてる意味ないから、ね、で PK 外したと思ったでしょ絶対。俺はあいつは決めるって言ってた。今日はなんか入る気しかしなかった。いいゴールだったね。あのゴールでちょっとチーム勢いで出たもんね。ナイスゴール、ナイス、ありがとう、ナイス、ありがとう。勝った後だから饒舌。せーの、キックオフ新種、キックオフ新種ポーズ。ナイスゴール、あれうまく決めたね。やっと初仕事ですね。取ってきてでうまくミートしたね、あそこ。そうですね、結構思い出しました現役時代を。結構難しくない？そうですね、自分の中で難しくないですけど、うん、みんなの顔が生き生きした。明日10点取れます。ナイスゴール、ありがとうございます。そして迎えた運命の3日目、セレソン長野が決勝トーナメントに進むには今日の対戦相手 FC6 カ所に勝利かつもう一歩の試合で広島サーティーズが1点差以内での勝利で決勝トーナメントに駒を進めることができます。厳しい状況ではありますが、この試合なんとセレソンが大爆発します。前半の13分、チキン選手のゴールを皮切りに次々とゴールを量産。いいですか、終わってみるとなんとなんとですね、14得点を決める大勝。サッカーですよね。サッカーです。しかしもう一方の広島対福岡が引き分けという結果になり、セレソン長野はグループリーグ敗退となってしまいました。厳しい、悔しすぎる。まあもう切り替えて諦められないんでね、また来年。何歳までやります？何歳まで行きますかね。まあ幸せな時間を過ごしました。もうやめられない。おじさんサッカーの夏、これにて終了。来年こそいい年にするぞ。さあということで惜しくもグループリーグ敗退となったセレソンですけれども、土橋さん、はい、大会を振り返ってみていかがでしたか。いやもちろん悔しさ残るんですけど、うん、それより先ほど文文字書かせていただきましたけど、幸せな時間を過ごしましたね。いや皆さん楽しそうにサッカーやってましたね、うん、そうですね、まあ、真剣の中でも小さい時からサッカーやってきて、この年までこう真剣勝負ができるってやっぱすごく幸せだなと思いましたね。これも何年連続出てらっしゃる、もう35歳の時から。あ、そうです、もう10年ぐらい出て10年目のチャレンジだったんですよ。本来土橋さんはだからもう一個上のカテゴリーでも40のシニアのチームがあって全国大会もあるんで40の方も出れるんですけど、35歳っていうところがシニアのスタートなので、ここで今まだ頑張ってるって感じです。しかしどうですか、いつもは土橋さんのいろんな話聞いてたと思うんですけど、はい、実際プレーする姿をこう見て、もうあの隣に立てないぐらい。いやそんなすごかったですし、なんかもうシニアなんてもう思えないぐらいすごかったです、ね、本当に。ちかちゃん質問ないですか。質問ですか。急にあのボールのキープ力すごいなって思ったんですけど、なんか普段どんな練習してるんですか。普段どんな練習、練習あんまりやってないんだけど、小さい時からボール扱いっていうのを結構こう得意としてたんで、そのボール扱いをすごくこう練習してた記憶がありますね。じゃあその1回抜かれた選手向きになってちょっと削りに来てましょうね。あ、そうそう、もう愛の来い来いっていつも思ってるんですよ逆に、うん、ちなみにあの K さんも35歳以上ということなので参加資格ありますけど、どうですかセレソン。いや、どうですか、本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。早くないですか、断りが。帝京高校サッカー部だしね。いや違う、もう怒られサッカーで怒られたくないですよ。でも楽しい、絶対ガチャさんとか言ってくるでしょ。あー、しもしなー、あーとか言うでしょ。もうそれもうダメ、もういい関係性で、その気があればすぐオファー出しますけど、まあまあ、あの来年全国大会、来年も目指すということなので、はいはい、ぜひとも頑張ってください、はい、頑張りたいと思います。ありがとうございます。さあ続いてはこちらのコーナーです。熱戦新州サッカー、はい、さあそれでは先週末に行われました J3 リーグの試合をプレイバックです。
明治安田生命 J3 リーグ第27節、 AC 長野パルセイロは高木監督が8月まで指揮を取っていた古巣今治との対戦。もう知り合いばっかりですね。試合は思わぬ形からスタートします。前半12分、大野が山形試合のチームメイト坂野を倒してしまい、これは一発退場。残りの80分を10人で戦うことに。で、与えてしまったセットプレーから失点、先制を許します。さらに前半アディショナルタイムにも得点を許し、2対0で後半へ折り返します。さあ後半、数的不利な中でも全員でしっかり守り、追加点を許しません。一方でチャンスも作りますが、得点を奪うことはできず、2対0で敗戦となりました。Wリーグカップ第4節、AC 長野パルセイロレディスはホームで5位のチフレ、エースエルペン、埼玉と対戦しました。前半ゴールキーパー風間の好セーブ、こちらも好セーブで流れを相手に渡しません。0対0で折り返した後半20分、新加入のタイ人選手ミッドフィルダーのナッタワディが入ります。愛称は M、 好きな映画はプリズンブレイク。รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลงแข่งแล้วก็เล่นให้กับทีมเอาต้องอยากขอบคุณนะฮะคนชาวนากาโนะทุกคนเลยนะฮะที่ซัพพอร์ตแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้แอมแล้วก็พี่ใหม่แล้วก็ทีมด้วยแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะพวกเราก็จะทำงานให้หนักแล้วก็จะพาทีมไปอยู่ในจุดสูงสุดให้ได้そして M に続いてもう一人のタイ人選手、身長173センチの長身、フォワード谷川も入ります。愛称はマイ、得意料理はキノコスープ。両選手ともに、まあ、短い時間での出場となりましたが、しっかり存在感を出しました。今後の2人の活躍に期待しましょう。しかし試合は得点動かず、0対0のまま終了となりました。ก็รู้สึกว่ามีแฟนบอลเข้ามาเชียร์เข้ามาซัพพอร์ตไม่ว่าจะช่วงที่ซ้อมหรือระหว่างการแข่งขันคือเสียงเชียร์จากแฟนบอลเนี่ยมันส่งผลเป็นพลังให้พวกเราอะไรเงี้ยค่ะก็ต่อไปก็จะทำงานให้หนักจะฝึกซ้อมให้หนักอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะมีส่วนร่วมกับทีมให้ได้มากที่สุดจะเป็นจะสัมแบบจะพยายามทำตัวเองให้มีประโยชน์ต่อทีมให้มีส่วนร่วมต่อทีมอะไรเงี้ยแล้วก็ชัยชนะไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ明治安田生命 J3 リーグ第27節、松本山川アウェーで16位、テゲバジャーロ宮崎との対戦。試合が動いたのは前半33分、このクロスに小松で、こぼれ球を押し込んだのは村越、2戦連続弾で先制します。この喜びを。その後ピンチの場面もありましたが、身を投げ出し強烈なシュートも弾き返し、カウンターも全員で守りきり、1対0で勝ち、上位へ詰め寄る勝ち点3を勝ち取りました。朝起きた時から今日なんか自分仕事できるんじゃないかっていうのを感じてたので、まあ、それがこう結果につながってよかったです。ゼロで抑えることができて、まあ、チームとしても連勝っていうのを3ヶ月ぶりにできたので、まあ、まず勝ててよかったなと思います。次ホームですけど、自分たちらしい試合をやって、チーム一丸となって、ホームで勝ちたいと思います。ではここで J3 リーグ現在の順位表を確認していきます。はい、松本山雅 FC が9位、 AC 長野パルセイロは16位という形になっています。山が9位ですけど、勝ち点差だけで見ると昇格圏内と4しか離れてないんですね。そうなんですよね、全然可能性ありますよ ね。 そうですね。山が劇場が来てんじゃないのかなってワクワクしてるのは僕だけですか、圭さん。
いやでもね、優勝を目指すにはやっぱり大連勝が必要ですね。ですね、ここからのね。まあ一つ連勝で。パルセロもね、うん、今いい流れ来てますよね。そうですね。監督変わっていい流れが来ている中で、まあどこかで本当連勝できればね、もっと上の順位に行けるんじゃないかなと思いますよね。ちかなちゃん、この順位見ていかがでしょうか。でもパルセロももっともっと頑張ってほしいっていう気持ち私は持ってるので、うん、はい、もう頑張ってほしいです。じゃあその気持ちを切らさないためにも何が必要ですか。練習です。ありがとうございます。ワンショット、素晴らしいワンショットでございました。ありがとうございます。さあここまで先週末に行われました試合の情報をお届けしてまいりました。それでは続いてはこちらのコーナーをお届けします。週末に行われた試合の中から私が注目してほしいシーンを選ぶ下島慶のここ一緒。決勝点を決め今絶好調なこの選手のここ一緒。今週のここ一緒は松本山雅の村越海雅選手です。怪我が治ってから絶好調、無尽蔵のスタミナとガッツを見せつけてくれました。はい、まずは得点シーン、左からのクロスに小松のヘッド跳ね返ってきたところに村越、絶好調男、やっぱりボールが来るんです。さあまだまだゴール狙っていきますよ。44分、村越中央でもらってキープして左に出してもらって走り込んで中へ、おい4人もいるんですから誰か合わせてくださいよ。まあ、本人は切り替えておりますよ。さあ前半のアディショナルタイム、ボールを受けたら前を向いてすぐにシュート、これはゴールキーパー正面でした。村越選手後半に交代するも鋭い視線で見守りますよ試合を。私は見ていますちゃんとここで。そして自身のゴールが決勝点、ナイス笑顔、村越選手ここ一緒でした。まさに今絶好調の村越選手でしたけど、シーズン見ると本当に山あり谷あり山ありですよね。本当ですね。でもあの推進力はやっぱチームに勢いをもたらしますよね。なんか本当に復帰してから、うん、こぼれ球が自分のところにゴール前で転がってくるようなゴール多いですね。やっぱ常にゴールを意識してるし、ゴールに向かう姿勢がね素晴らしいですよね。やっぱりこういうことってありましたか、堂林さんも。なんか知らないけど俺のところにいっぱいボール来るな。いやありますね。だからそういうゾーンというかあるんですよね。やっぱそういう時こそ自分の調子もいい。そうなんですよ。だから今村越選手はきっと自分が調子がいい、コンディションもいいって思いながらプレーできてるんじゃないかな。やっぱそういうゾーンに入っているんだそうですよ、村越選手。ここ一緒のコーナーでした。それでは週末の試合情報です。明治安田生命 J3 リーグの第28節です。 AC 長野パルセイロは今夜ホームで富山と、松本山雅 FC は明日ホームで岐阜と対戦します。みんなで紳士のチームを応援しましょう。そして今日のですねパルセイロのこの試合は長野市ホームタウンデーということで、長野市にお住まいの方はホーム自由席に無料招待ということです。住所確認できるものを入場売り場にお持ちいただければホーム自由席のチケット1枚お渡しするということですので、詳しくはホームページをご覧ください。ぜひねこの機会に応援してみてはいかがでしょうか。さあ本日は戸橋裕之さんにお付き合いいただきました。戸橋さんありがとうございました。ありがとうございました。いや本当に飛ばしデイでしたからね今日。いやもう恵まれてますよね本当に。今日はもう飛ばしさんに会えて幸せありがとうございます。さあでは最後はこちらのコーナーです。勝つのはどっちかなということで、しゅん君どっちのボールを持ってくるの、皆さん来週もお楽しみに。 J3 リーグ第28節パルセイロ対富山、勝つのはどっちかな、しゅん君。J3 リーグ第28節、山形駅岐阜、勝つのはどっち。